よし、じゃあエピソード2に行こう。エピソード選択、極秘指令16010。意味があるんだろうな、この数字にも。あるわけないじゃん。よし、じゃあ集会場。火力で行こう。お、こいつは誰だこいつ。ネコート。ヒーデンが、バイキング王様のハンターどのか。まだ発展登場といったところだが、発展登場どころじゃねえ。私の名は内緒って舐めてるな。しかも左上に名前出てるっていう。よし、ネコートさんと呼んでくれても構わんぞ。敬意を込めてな。毎週のクエスト受ける気はあるか？ロブ非任務である上、決して誰にも後悔してはならん。もう、3人ぐらいにバレてるけど。情報が漏れた場合には分かっとるな。勇気はあるか？ヤンガルルガの狩猟を受けてもらおう。闘技場に閉じ込めた。イベンクエの中に秘密指令紫。お前が受けろって言われたぜ。イベンクエ。ドーン。ドーン。もう紫。一瞬で3人にバレてるな。極秘指令のはずなんだけど。お食事しまーす。はい。あれ、なんか忘れ物したっけな。最近俺の猫がさ、食事するけど、クエストに行ってないから太りそうだな、この猫。解毒は解毒。解毒持ってる。持ってない。多分あそこにあるんじゃないかな。裏はいらねえな。ヒントとかいらないよ。出てよ。え、ペイント。よし、準備完了だ。はい。闘技場だもんね。レッツゴー。おう。あなたに当てられた使命はヤンガルグルの狩猟だ。雷獄一行であることを忘れるなよ。今日が失敗しても私は一切感知しない。切り捨てられる。なんかあるかな。早いもん勝ちだ。あれ、肉肉。いや、ホストもらいに行っておこう。ほう、奥から入った方が近いじゃん。なんだって？なんだって？これ使えるのかな？使えねえ。来た、こっちまで来てもらおう。こっちの方が乗りやすいし。なかった。あれ、なんか虫がすり抜けたんだけど。危な。ああ、闘技場は地面が斜めになってっから虫がちゃんと飛んでいかねえんだけど。あ、ジャンプできなかった。白どこだ、こいつ。一発でぶっ倒れた。もう一回飛ぼう。羽か。お、乗った。さあ、ライドン乗り寄ったのに。ライドン。お前はダンディ坂越しっぽ。あ、行きまーす。はい、ほう。どっちか。遠いな。あれ、尻尾が当たんない。何と言ったんだけど。尻尾硬いな。壊れた。お、切れた。早っ。なんでこの猫とさん喧嘩してんのか。ロスさん今戦闘中なんで、ちょっと黙ってくれませんかね。邪魔なんだ。あれ、さっきまひらなかった。一瞬で治ったの。あれ、まひりました。気のせいかな。気のせいかも。こいつはあと背中壊せるの。毒耐性の、毒属性の武器を使ってないだろうな。あ、まひた。まひたまひた。翼かな。終わった。あ、終わった。早い。あ、上位だしな。しっぽしっぽ。あ、落とし物もある。上位のガルグガとかね、ミルクエしかないんだっけ、普通にやってたら。上位のガルグガ、ムラクエ？なんかブラクエであるわ。GQ は技術系じゃなくて、あれである、イベントである。イベントであるか。あ、落とし物。あんまり行かないんだよな、こいつ。ムラクエのヤン・ガルルガンに会ってきてくれってやつ来たときに、あれ、戦った覚えないなって思って。ムラクエの樹海探索クエ以来だなって思った、戦うの。
どうなのかな、登れるのかな。お、登った。ジャンプジャンプ、自分でジャンプ。よし、まずはエピソード2の1をクリア。さあ次は誰が来るんだい。クリア。あれ、ウクモチケットみたいなのもらえなかった。1分45秒。早っ。なんか、簡単だなぁ。どういや。さて、あ、またネコートさんだ。順調にいったようだな。秘伝の実力を見せてもらった。さあ、次のクエストは何だ？超秘密任務である。沈黙を守り、余計なことは言うんじゃないぞ。溶岩。アカム。溶岩島。通常の半分以下しかないぞ。秘密指令黒。ソロでいかない。次はアカムさんです。アカムさん。ソロでさらに上位防具と上位武器ぐらいにしていかないと。20分しかねえじゃん。20分で終わるでよ。攻撃力上げとこ。20分で余裕やで。いや、いつものこれで。クーラー。クーラーはいるね。クーラー持ってねえ。全員クーラーなしでいくとか。そこに入る前に倒すとか。あ、受けてなかった。危な、置いて帰るとこだった。聞かれないからね、受けてさえなかったら。全員が準備完了してませんか。危ない危ない。アカム。アカムさん。諸事情ってなんだよ。諸事情で制限時間が短くなっている点に。どういう諸事情。初版の事情によりクエストの制限時間が。なんだって。いらねえや。みんなスキップを押すんだ。スキップ連打。ああ、見えない見えない見えない。邪魔だよね、コート。うわ、フラ来てね、こいつ。あ、こっち来てるわ。来て来て、やばいやばいやばい。大丈夫だった。あんま大丈夫じゃなかった。おい、溶岩に突っ込むんじゃない。行き過ぎ、行き過ぎ。20分しかないんだぞ。はい、帰ってこい。俺がダメージを与えておく。こっちだ。おい、来い。ほら来た。お、来た来た。いい子だ。待てーみたいな。待てー。あれ、俺止まっちゃった。早かったな。ヒッポ来るぜ。お、大丈夫だった。ギリギリかわした。ちょっと後ろ足でいいか。乗れるか、ここなら。頭がこっち向かねえんだけど。ここ飛ぶ。あ、ここ飛べる。踏んでるね。おりゃ。ダメだ。ちょっとなんだよ、こいつ。ずっとケツ向けてんだけど。あー、潜っちゃった。くしょ。どこ行った？あっちか。全然ダメージか。お、画面端だ。オソニックブラスト。あ、なんか忘れたと思ったら、忍耐の実を忘れていた。大丈夫だよ、上位だし。あ、乗った？お、いるんだだけ？いるんだ。ダウン。乗ったな。乗ったけど、なんか知らんけど、さっきこけた。やばい、溶岩がある。どうすん。おお。溶岩で落ちへん、大丈夫か。大丈夫や。頭いこうかな。あ、きついな。溶岩の前だ。まだかな。まだ？はい、落ちまーす。はい。無理かな。いけなくはない。熱い。ここ熱い。すっげえヘルヒットポイント。まあいいわ。一回目壊れた。邪魔だ。俺と同じように、アカムに挑んだハンターがいるだと。このままピオラしてやる。ピオラしだけアホみたいに減ってもた。これやばい。危ね危ね。おお。さっきのは大土下座だった。ここ戦いにくいな。お、潜った。全然食らわねえんだよ。溶岩が超熱い。どこだ？あっちか。ここら辺だ。出た。まだマシか。何？お。大ダウンだ。あったなぁ。よし、
何が怖い。おいっす。くわお、乗った？落ちちゃった。いや、寄らしちゃった。一発だけ殴っとこうと思った。お、まひた。腹、腹、あ、でも上位かこれ。ちっぽでもお金にはいいぜこいつ、上位でも。いや、上位、なんか腹壊したらなんか出なかったっけ、いいやつ。そもそもこいつがいいものないよね。画面端に向かって走っていった。じゃあ、じゃあ、お、あの、波動玉だっけ ?G 級で言うと。波動玉、欲しい。波動玉は牙と砂だよな、確か。ビームショー。お、ビームだ。ほう。もうみんな後ろに来てるぜ。おい、なんか嫌な飛ばされ方した。お、切れた。尻尾。腹の下に。これで。あれ、ジャンプの仕方が分からへん。痛い。守備力がダウンしてしまった。おお。これは食らうんじゃないか。こうか。転べ。あ。お。あ、乗った。乗った。よし、尻尾剥ごう。うまく剥ぎ取れなかったって言われた。あ、シュウヤさん、もくもくしてるわ、なんか。守備力が下がっている。よしよし。よし、ハゲた。オッケー。うわー。どうだ。なんか、とりあえず、背中切っとこう。あ、終わった。秘伝の闘志見せてもらった。やばい。企画があるかもしれん。全く戦ってないけど。ちょっと遊んどくな。プシュプシュ言ってる。黒煙石。俺、多分、あれ、風呂上がりだよ、今。もしくは、これ、立ち見煙が今出てるから、怒ってんだよ。やっぱ4人でやると早いな。4回。お、オッケー。赤む銀行さん、ごちそうさまでーす。食べられちゃったー。おりゃー。あー。クエンスキーだとー。鬼人斬りだー。食らわんわー。みんなに嫌われる。ごめん。あ、避けた。避けられた。前を押しながらキーで飛ぶんか。ごめん。あった。よ、感激を受けた。ランブランブ。まだ湯気出てる。なんか。プシュプシュ言ってる。シュプシュ。あ、これマンモス肉だ。尻尾の。おしゅ結構。おい、すげえいっぱいあんな。いい金なんだよね、上位でも。8000とか9000とかある。いいねで売れんだよこれ。ここはいらない。3分59秒。わあ。そう、風化してる。ギリギリ40分でなんで4分切れた。誰もいない。あ、いたいた。さあ、ネコートさんの話の続きを聞くぜ。よし、私も聞いたもん。僕も潜ったんだ、ドニュン。悪夢を倒した記念についにこの依頼をする時が。気が進まんのじゃがんな。3つのクエストじゃぞ。絶対レイド。浮かむの討伐じゃ。ごくわずか、さらに短い時間。10分ぐらい ?15 分やろ。今から確認するんじゃねえか。5分でいいよ、ね、5分だったらちょっと本気出さなきゃな。ギリギリ感が楽しめて。うん、15分だね。あれか。ホットホット、ダメだよ。ホット飲まずにさ、スタミナが減る前に倒さないとダメみたいな。キノコ飲むから意味ないけど。まあ、硝酸剤一応持ってっとくか。ホームがつく上に出ないんだよな、上位ぐらいになると。この眠りおまけ程度だから。ちょっと私まだクエスト受けてないから置いてかないでください。置いてかないで、置いてかないで。ちょっと待って、今置けるから。ホットホット、よし、間に合った。ホットモットホットホットモットホットモット。あえて1個しか持っていかんとこ。よし、じゃあみんな大丈夫だな。オッケースタート。ホットモットもっともっと、いでみつ。違う方か。あまり気は進まんのならなぜ頼んだんだ。ユルドは一切感じしないぞ。死ね、死ろ。
ギルドのクエスト受けてきたのに。ムビ。ムビはいらない。あ、もう邪魔だってなんか。邪魔だ。見えない。見えない。これかな？あ、違った。こっちだ。ビームやー。おお、今だ。おお。食らったな。いきなり食らったけど。全然ダメージになってない。消散剤がある。見てくれ、ダメージになってない。起きとこ。ちょっと手かな。虫が飛んできたのが見えた。よいしょ。おー、どっすん。クマさんが弾き飛ばされた。ちゃんと当てたよ。しよ、あ、尻尾がやばい。おおお、ナイスキャンセル。乗った？ふう、頭の前キー。武器も出しとこ。相変わらず投げるこいつ。行くかい。よし。はい。お腹かな？お腹のエキスかな？やばい。一歩ずれてる。やっけんだって頭が。おしまいった。お、あ、飛ばしちゃった、ごめん。おりゃ痛いよ。オッケー、首に座れたかな。今怒ったね。お、お、切れた。はい、どこかな。何かに吹っ飛ばされた。多分俺だ。おー、ダメだ。よし、尻尾取れた。うあ、乗った？飛ばされた。おっと。待機。尻尾剥ぎに行くのもめんどくさいから、頭前待機。よし。はい。それと正面から見て右に。ハンター殿、無事か。やべえ、頭に、こう、足腰に脆いやつらが陣取ってる。やつに飲み込まれてしまう。よし、ピオラした。頭がもう一回壊れるのかな、これ。おりゃ。よし、壊れた。お、ケツ出すとこ。もうどこでもいいや。お、終わったー。なんだこれ。私の、ウカムのギリギリ感が。15分。15分。3分かかったかな。多分何分やったかな。7分とかじゃなかった。しっぽしっぽ、こいつもいいねで売れるんだよな。イカム銀行かな。やっぱり4人でやるとすごく、ね、早い。おたけびを上げなくて済むわ。あー、やばいやばい。切れた。さあ、ネコトさんに報酬をもらいに行こうじゃないか。おー、すごいな、この断片。痛そう。断片？あの、尻尾と、尻尾の切れ目が。なんか顔みたいな切れ目。金太郎飴みたいになってんだけど。うん。近いな、切れたとこ。ね。ちゃんと骨も通ってるんだ。骨で切ったのか。すげえな。骨切断だよ。骨切断したわ。おお、シュー。あ、すごい。チケットがもらえた。いっぱいある。レコートチケットいっぱいある。1個しかない。3つあった。なに？なに？レコートチケットいっぱいいるんじゃなかった？レコートチケットって何に使うんですか？高く売れる。レコードさんになれる。音装備？音装備。あ、そうなんだ。他にも何かあったと思うけど。こういうのもあるのか。こういうのもあるんだ。知らんかった。初めて出たよね、ゴートチケット。そう。最後のしか出ないのね。最後のやつしかない。おう、だろ。あ、ネコートさん。どうやら私は見くびっておったようだのう。このクエストをできるとはな。精進を続けるがよい。三つのクエストに起念を試していたのだ。勇気、奉仕、決意。勇気と知恵と力じゃねえの。トライフォースか。妹を預かってくれ。妹。妹。タッチ。あれね、コートの装備どこや。お、高みのピアス。そして妹に話しかけると、うん、お姉様が見て、お姉様だったんだね、コート。雇ってみる？雇ったぜ。
し、とりあえずこれでエピソード2も完了か。うん、おめでとう。ありがとう。あれ、ネコートになれるやつあった。ネコートコート4つもいるで。それ見に行こうか。あ、見に行こう。ネコート装備今でも3つ出たから作れそうだな私。なでしことかあるで。鎧だけ、なでしこ子供装備、転がしマントとか。あ、ヘクモチケットのエピソード1のやつか。子供装備、子供装備来た。あれ違う、転がしマント、あー、なでしこ、転がし、頭もあんのかな。ただ頭がロックマンだからなんかすげえ出せんだって。おー、サンド傘。あ、これか。え、かわいいかわいい、やばい、かわいい。これいいな。何がいいの、ゆくもチケットか。ニャデスコいいな、ニャデスコ。ゆくもチケット。転がしマントもゆくもチケットね。ネコートさんのコート欲しいな。ネコートさんのコート。あ、かわいい。ロックマンの顔と合うやん、これ。ね、そうそうそう。ニャデスコもね、すごい合う。あ、どうしよう、ネコートさん作ろうかな。武器はあるかな。みんなロックマンだし。ネコートさん、あ、でもニャデスコの方がいいな。武器はなしだね。なでしこ作ろう。何、通常装備も作れるの、ゆくもで。ゆくも傘とか。あんのかな。かわいい。そうだな。頭。お、転がしサンド傘。なでしこ鼻。ゆくも、ゆくもは頭作れる。頭作れる。あー。